始まりましたイエーイ、はい、ここが西目少年です。どうしよっかな。お、君は一体誰？俺か？通りすがりの YouTuber だ。覚えておけ。はい、今回はですね、ビリビリでも先輩、そしてライダーでも先輩、本当に何をとっても大先輩のあの方が来てくださっております。この方です。はい、ニーハオ、井上雅宏です。よろしくお願いします。お願いします。いや、来ていただいてありがとうございます。うわ、ここがあれですね、はい、西目くんの撮影スタジオなんですね。そうです。これ何？これゴーストドライバーです。僕の変身ベルトですね。こんなんなの？目ついてるじゃん。いや、そうです、そうです、そうです。目が開いたり開いたりするんですよね、変身の時。あ、そう。あー、これで閉じてこれで開くみたいな。そうです、そうです。いや、ちょっと今日はなんか西目くんがビリビリを解説したんだよね、はい、あ、そうです。どうですか？まだこう肩のこう力が抜けない状態ではあります、正直言って。あ、なるほど、なるほど、はい。いや、すごい爽やかな感じでいいね、なんかね。僕も、まあ、半年ぐらい前かな、もうちょい前かな、はい、もう1年ぐらい経つのかな、ビリビリを解説しまして、はい、こうずっと、まあ、中国の方とどんな動画がいいとかちょっといろいろとね、はい、まあ、やってきたんで、はい、こう最初の頃を見てる感じです、すごく。いや、僕も見習ってチャンネル登録者数が増えるように、もともと面白い動画たくさん出していきたいです。よかったら皆さんチャンネル登録してあげてください。はい、お願いします。はい、はい、で、僕ちょっと井上くんに謝らないといけないことがありまして。え、前回僕ビリビリの動画で、うん、ディケイドの変身ポーズを本気でやらせていただいて。あ、そうなんだ。しかも確認も取らず。ああ、別に確認する必要ないよね。いやいやいや、なんか自分以外の変身ポーズってすごいちょっと恥ずかしいというか、うん、なんか自分以外の変身ポーズをこうかっこよくこうやるって、あ、なんか慣れない感じがして。あ、そうなんだ。すごいなんかこう変な汗かいてました。申し訳ないのもそうですし、なんか僕があんまりそれ感じたことないかもしれないですね、はい、もうだって人のライダーをもう平気で変身するようなやつなんで、はい、もう別になんかなんか誰に変身しようが別になんかもうなんかそこに感情がないんですよね、もう。そうなんですね。あ、クーガか、あ、アギとか、あ、リュウキかみたいな感じで。うん、そう、潔いですね。そうそうそう、全部の仮面ライダーも自分のものみたいな感じになっちゃったので、もう反感しか食らわないんですけど。いや、でも今回井上くんと僕ってライダーで主演を、あ、まあまあ、そうですね、はい、仮面ライダーゴーストと、はい、まあ、仮面ライダーディケイドと、はい、まあ、だからもう世界は違えど、そうですね、同じ主演をやらせていただいてますね、はい、できれば今日特撮あるある、主演あるあるをちょっとお互いで話し合いたいなって。いいですね。僕もちょっとね、その主演あるあるじゃないですけど、はい、その仮面ライダーの その撮影の違い、はいはい、いや、僕は正直言って、うん、ライダー主演決まった時17歳とかで。あ、若いね。はい、え、今何歳？今24です。あ、じゃあ俺とあんま変わんない感じだね、はい、あ、え、そうなんだ。あ、そうそうそう、あんま変わんないね。え、17でディケイドだった。いやいやいや、もうそんな感じです。俳優としての作品はゴーストが初めてなの？初めてです。あ、そうなんだ、はい、じゃあ完全に演技するのも初めてみたいな。初めてでしたね。へえ、あ、じゃあそこは共通点ですね。僕もテレビドラマが一番最初が仮面ライダーディケイドだったんで。あ、そうなんですね。そう、だからディケイドの前が牙だから、次の仮面ライダー何になるのかな。確かに、あ、結構最近仮面ライダーって面白いなと思ったら、芸能界入ってこの牙を見てたら次回予告で自分が流れるようになるわけですよ。うわ、確かにそうです、ね、そんな感じでしょ。いや、もうそんな感じです。前の前が外務なんですよ、うん、中学受験の隣にいた女の子が外務に出てたんですよ、うん、そうなんだ。同じ芸能をやりたい。はい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 。お父さんから電話かかってきて、うん、もうあの子は出てんのよ、お前何してんだみたいな感じですごい言われてたのがめちゃくちゃ印象的です、ね、でもそしたら終演で帰ってきたみたいな感じだもんね。いや、そうですね。すごいじゃん。いや、嬉しかったです、決まった当初どこにいた？主演になりましたみたいな、その報告を受けた時。あ、僕なんかレッスン場みたいなとこいました、うん、お芝居のレッスンしてた時に言われました。あ、その時に言われたんだ、はい、どんな感じだった？ちょっとやばいですみたいな感じで入ってきて、マネージャーさんが、うん、だから西目くんがライダーなんか決まりましたって小声でなんかずっと言ってて、あんまり今西目くんに伝えないでくださいみたいなことで言ってたんですけど、聞こえてるんで、もうお芝居どころじゃなくて、どんなところで、どんな場所で。あ、もうファミレスでサラダ食ってましたね。食べててこうやってこうピッて見て、受かりましたって言ったら、おーって嬉しかったんですけど、やっぱなんかよっしゃーとはなんなかったんですよ。、はい、感情表現がそんなに表に出なかったんですけど、はい、こうサラダ食べてたらなんか味がしなくなってたから、興奮してんだな俺みたいな。冬映画とかはなかったですか？あった。あ、これ夏冬あった。 ありました、うん、これちょっとお話したいなって思ってたんですけど、何冬映画の時の主演ってめちゃくちゃ大変じゃないですか。
あーあの普通の撮影と並行するからね、はい、並行したりとかバンダイ作品みたいなやつも入ってきて、うん、台本3つ渡されて。なるほどね。冬映画になったのは、はい、ディケイド以降なの。え、そうなんですか。ディケイドが半年間だったせいでその周期がずれてるわけよ、はい、ずれてるでしょ。はいはいはい、ずれてます、ずれてます。僕の最初は冬からスタートで夏に終わるから夏映画が大変なの。あ、そうなの。そっちは夏から始まって冬映画が途中で入るから冬映画が大変なんでしょ。そういうことなんですね。そうだ、僕の時期からずれてるわけですよ。期間中に映画は何本ぐらいだったの。2本だけですね。冬映画、冬映画、まあ、夏映画、あとなんかコラボみたいな感じが、あ、はいはい、コラボみたいなあってって感じでしたね。あとごめんなさい、僕の話ばかりごめんなさい、ね、全然大丈夫ですよ。今ポパイないらしいですよ。え、今ポパイないらしいんですよ。あのポパイっていうのは仮面ライダーの、はい、そのなんていうか朝ごはん、朝ごはん、仮面ライダーの朝ごはんって言ったら語弊あるんですけど、まあ、東映スタッフの皆さんとか出演者の皆さんはみんな朝ポパイっていうおにぎり2個に、まあ、唐揚げか、まあ、卵かなんか入ってるみたいな感じのすごい、コスパのいい弁当があるんですよ。え、それなくなったの。なくなったらしいです。ポパイって結構大事ですよね。なんか思い出、ポパイのついてるのほら唐揚げか、はい、卵かなんか選べたじゃん、はい、どれにしてた。これいいですね。僕は煮卵です。え、唐揚げですか。唐揚げにしてた。あー、そうなんですね。でもたまに煮卵いってた。なんかアクションシーンするときなんか唐揚げ食べてました。なんか気合い入れるためにみたいな。アクションシーンとか結構あったの。アクションシーンちょくちょくあって、うん、アクションやる前とかはポパイ唐揚げにしてました、うん、じゃあ結構やらせてくれたんだね。いや、そうですね。あの僕の時はあんまりなかったんですよ、アクションシーン。あ、そうなんですか。だって変身するものが多いから。あ、そっか。だって普通はさ、多分そうだと思うんだけど、はい、ゴーストになる前に、はい、そういっぱい戦って、はい、苦戦するからゴーストに変身して盛り返して、はい、であとはまあフォームチェンジとかして一気に倒すみたいな、はい、ディケイドの場合はまず変身するものたくさんあるから、はい、まずディケイドに変身しないとダメなんだ。まずディケイドに変身してでそこから敵と戦って、よしこいつならこうならこっち使うか、あ、こうならこっち使うかっていう、そういう分岐になるから、僕が戦う部分はほとんどカットされるわけです。そっか。そう、みんな変身シーン見たいから。いや、でも井上くんアクション上手いんでやってもらいたかったですね。いや、でも上手いって今でこそやっぱり言われるようになったんですけど、ディケイドの僕当時蹴りのアクション練習やったら肉離れしましたからね。本当ですか。そうそうそう。僕ディケイドの 1,2,3 は肉離れしながらやってますから、本当に。そのせいでアクションシーンなかったんじゃねえかっていう説もあるんですけど、はい、じゃあ逆に僕から聞きたいのは、はい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 、昔の仮面ライダーの出てた人にもちょっと聞いてみたりとかしたから、はい、西野くんが思う仮面ライダーのその環境ってどんな感じなの。でも、うん、撮影スタッフの皆さんすごく優しかったですね。いろいろなことをこう教えて くださったりとか、休憩の合間とかに芝居のこととかいろいろこう思うんですけどって言ったら教えてくださったりとか、はあはあ、あとはそうですね、あのカット数が多いっていうのはめちゃくちゃ、あ、カット数が多い、カット数めちゃくちゃ取るなっていうのは思う、うん、だって変身だけでも何パーツ取るんだみたいな、ね、あ、はい、そうです、そうですね、うん、じゃあスタッフさんはどちらかというと優しかった。そうですね、怒られた記憶っていうのはあんまりない。怒られてこなかった。怖い監督とかいました。いや、いなかったです。いなかった。あるあるを、じゃあ僕から一個、はい、撮影の前とか、はい、撮影初期の頃に、はいはい、白倉さんとか、あ、はい、プロデューサーさん、はい、監督、パイロット田崎さんだった。パイロットは諸田さん、諸田さん、はい、じゃあ諸田さんだったりとか、はい、プロデューサーチームとキャスト、メインキャスト、はい、その、まあ、主演ヒロイン、はい、2号ライダーとかで、はい、ジョジョ園行かなかった。行きました行きました。え、あれ伝統なんですか。やっぱ行くんだね。美味しいお肉を食べながら、はい、仮面ライダー俳優とは1年間どういう心持ちでしなきゃいけないかっていうのをこうやんわりと教えられなかった教えられなかったあれ伝統なんだ。あれ伝統なんですよ。ジョジョ園の味が感じなくなるやつですね。僕はめちゃくちゃ緊張して俺感動した話があって、はい、ディケイドの時にそれがあったんですよ。僕の場合は白倉さん、はい、武部さん、田崎監督っていう、あ、はいはい、で、まあ、僕夏みかん祐介みたいな感じで、はい、いてお肉を食べながらこれからについてちょっと話し合うみたいな、はい、感じだったんですけど、はい、これがね、あのジオーの時に、はい、なぜか僕その回に呼ばれたんですよ、まさに僕はその10年前のフラッシュバックみたいな感じで、あ、同じことを田崎さん、白倉さんがその主演の奥野くんにこう伝えてるわけよ。すげえなと、俺言われたと思って、俺これ、はい、あ、こうやってちゃんとやってんだって思って、
あの回僕ももう一回行きたいです。なんか行きたい初心の心っていうのをなんか取り戻せそうあもっと頑張んないとなって。あの今頑張ってないの？いや頑張ってますけどもちろん頑張ってますけどゲームばっかりしてんじゃないこうだから俳優としてまだまだその駆け出しの人たちがやることがやっぱ多いのがこの平成仮面ライダーの、まあ中期から後期だと思うんですけれども、はい、その人たちがいかにその1年間で仮面ライダーになるかっていう試行錯誤を監督とかプロデューサーとかもやってくれてるわけですよ。これ素晴らしいですね。だから本当に僕らの苦労っていうよりかは歴史がシステマティックになってる、どんどん歴史のおかげで。はい、そろそろエンディングということで、本当にたくさん話しすぎちゃいましたね。でもなんかこんな感じで、はい、そのビリビリ投稿を続けていくんだなと思って、はい、ビリビリも盛り上げていきましょう。はい、はい、盛り上げていきたいです、はい、ということでね、僕ね、ちょっと今日着させていただいたんですけれども、はい、こんな T シャツ作ってるんですよで、これちょっとプレゼントしようかなと思って。いいんですか？はい、どうぞ。 Say thank you you to me。 はい、ありがとうございます。あ、合ってます、合ってます。そう、そういうことです。どういうことですか？僕にありがとう言えというふうに書いてます。そういうことですね。そう、俺にありがとう言えっていうことを書いてます。めちゃくちゃセンスありますね。はい、こんな感じですね。はい、こういう T シャツでございます。はい、はい、ちょっとよかったらどっかで来てください。はい、次 の、 井上くんとの動画の時に僕じゃあこれ来ますね。あ、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。あ、どうも。あ、ありがとうございます。どうもそうだそうだそうだ、はい、では、皆さん2人でやってほしいことなど、はい、今後ともコメント募集しておりますのでよろしくお願いします。はい、ゲストの井上雅宏くんでした。ありがとうございました。井上雅宏でした。またね、またね。